皆さんワオコーポレーションのハバですそして私の隣にいるのが同じくワオコーポレーションのコーナです先生は今いろんな大人の事情でこんなに小さく可愛くなっています可愛い,いやなんて出れるわ <laughs> ところでハバさん最近僕何やってるか知ってるえっとゆるキャラですよねちゃうちゃう見た目やなくて仕事や仕事 実は今、浪人ボーカルの師匠をしてるんや浪人ボーカルの師匠、それって何ですかめっちゃ簡単に言うと受験を頑張ってる人の担任の先生ってことなんやけど百聞は一見にしかずまずはこれを見て仕事か進学かどっち選べって言われたらどうしますなんか学ぶっていうことを 数学や英語や文法や世界史の年号やそういうことを机に向かって学ぶことが学ぶことっていうふうに捉えているんですね僕は大学の時の先生にそういうふうにして学ぶというのを君は狭く考えすぎてしんどくなってないかってだからもうちょっと広く考えてみたらばっていうまあ僕がこの仕事をするきっかけになった言葉なのかもしれないんですけど まあそんなふうに言われたんですねでおそらく今から学ぶことであろうことはこれから自分が大切にしていこうとするものですねこれが一体何になるのかっていうのは僕はちょっとまだ読めないんですけど大切にしようとするものに対して随分と深く考えるきっかけになるだろうな先生今と見た目が全然違いますねその話はもうええから今見てもらったんは 超特急というグループで活躍中の高一くんと大学受験について面談し像に面談したときのすんですか受験のスタート時点では志望校や大学でやりたいことがなんとなくは見えてるけどはっきりしないまま走り始める人が多いんや。しかも一旦これと決めたらもう途中で帰ってはいけないと思ってしまう。 そうやなくってある程度でいいのでそのででそ時点でベストな選択を心がけてほしいな志望校や学部を先に決めた方が受験勉強に専念できるから焦ってしまうんですよね。受験って自分とは何かをもう一回見つめ直すええー、機会やと思うから目標を曖昧にして逃げんと自分と向き合うことが大事なんや。自分と向き合う 浪人ボーカルの光一くんもそう言ってますよね勉強はできないんじゃなくて嫌いなだけとことんやらずに中途半端なままで志望校に届きそうにないと努力をやめてしまう人がいるんやけどその先には何にもないどうせやるんやったら受験を成長のきっかけにできたらええよね河野先生いいこと言いますね他には何かありますか 浜さん欲しがるな。まあええは他にもこんなことしてんねんで。まず一番最初にえっ、ー、と死亡するまあ学部学科から聞いてみましょうか。はいえー、志望する学部学科は文学部、社会科学部、人間科学部とかっていうあの人について考えるような人の。 身近にあるものについて考えるような学部を目指したいなと思っています。人と人って考えたときに、例えばさ、あの同時代でやっている人と人っていうのもあれば、はい、あのいい世代というか異時代というか、あの例えば <laughs> あの古代の人とえっ、ー、と今とか、まあそういうふうないわゆるいわゆる時間軸で言えば2方向があると思うんだけど、はい、どっちの方が興味がある、はい？僕は明らかに現代現代の人と人と。はいはい あんまり歴史のことについて学んでも本当にやったのかなとか現実味を感じないので、うん、だったら現在のことを通して今自分が置かれている状況とかっていうものについて考えることがすごく好きなので、うんうん。ということは経経済とか経営とかかは全全然興 <laughs> 興味味ななしでくいす志望校って受験生が自分で考えて決めることではないんですか 基本はそうやででもね志望校選びでよくある間違いは行きたい大学ではなくって行けそうな大学を選んでしまうことや大事なのは心から行きたいところかってことやそこへ行けたらワクワクするそんな大学を選んでほしいなるほど大学選びは自分探し自分とは何なのか自分には何ができるのか 社会に対して何に貢献できるのかこの三つが自分探しの大切な柱やでえっともう少し詳しく教えてもらえますかうん。例えば医学部を志望する受験生になんで医学部に行きたいんかと尋ねたら安定してるとか女性でも社会で活躍できるからとか言いますでもようよう聞いたら 身近な人が昔お医者さんにすごうようしてもらったとか医者のおかげで生き延びることができたとかっていう現体験があるんやね医療機関に対する憧れがあるそういう実体験に基づいた憧れは誰にもあるはずなんやその憧れの存在が自分たちにどんなことをしてくれたのかそこを突き詰めていくと将来自分が社会に還元したいことに つながっていくはずなんや簡単に言うと自分の夢を実現させるために大学に行くってことですかそう考えると成績だけで決めるのはもったいないですねそう就職率がいいとか学抜があるとか偏差値とかに惑わされないことが大事かな先生もっと他にありますかスタートの時期で言うと こんなこともしてるで。あの成績を分析ししましたよね。あ,<ー>あれすごいやっぱり有効で、あの何が一番嬉しかったってあの国語でやったときにあの古文を覚えてたって書いてくれてたので。 確かに古文用できてんなと思ったけど漢文のこの時から考えたら、まあ、漢文は受験でいなかったんでやってないのも含めたら、はい、でもまあ古文は多分同じもんだろうなって大体想像できて<ー>だからおそらく国語は感覚で解いてて英語は論理的に解いとんのかなっていう感じがあったので、うん、そ,うそうするとあのえ英語が論理的に解いてるのになんで国語は論理的にけんのやろうと思ったら <laughs> 多分小説になった瞬間に論理的にあの解くイロハを知らんのやろうなって。 思ったので、じゃあ評論はまあ一回小説中心でっていうのがまあこのプランの中に出てます。だからあのもう英語を見てもらったらほとんどあのこちらの映像講座でお願いしてるのは全部長文系なんですね。うん、長文系ばっかりです。英語の担当の人にいろいろ聞いていく中でまずこの入試英語長文読解から入ってあ入試英語英文読解から入ってでこれがまあそのいわゆる ある程度短い英文から長い英文に変わったときにそれをどう活用するかということを中心にやっているので、あの基本的にはあのなんていうかな、えー、最初の始まりではいいんちゃうかなと。うん、模擬試験の成績って合否判定や偏差値を確認するだけではないんですね。そうやで。模擬試験は自分の勉強を見つめ直す絶好のチャンスや。でも。 見直しなら一人でできませんかうん和尾の担任は模試の成績を見せてもらってその成績から生徒の学力だけじゃなく性格も見抜くんやでそんなことまでできるんですねそこは受験のプロなめたらあかんで解き方の癖やどの分野の点数が取れててどこが取れてないかで全部お見通しや 担任の奥深さがよくわかります、ね、うん担任の仕事は生徒の成績から性格まで見抜いて受験を通してどう伸ばしていくかどういう生徒になってほしいかをプロデュースしていくことスケジュールもその子の性格を分かってないと立てられへんからねプロデュースって具体的にはどんなことをするんですか例えば 昔指導していた子の中に夏休み校舎が空いてるときはずっと自習してた子がいたんや。でも成績は伸び悩んでて模試の判定も悪いそれに志望校ななかなか言わんのやそれであるときその生徒と1時間以上かな面談をしたんや。で気づくものがあってそのとき言ったんや。志望校を決めよよ行きたい大学にしよ 自分の声に出して言っててっ聞かせてごらん自分に自信を持って今までのやり方とは違うやり方で進んでいこうやその子は自分をなかなか肯定できない子やったんやね。自信をどう取り戻せるかが全てやっただから信じて褒めて信じて褒めて一日一回は声をかけるようにしたんや。 一人の受験生にそこまで入り込むなんて担任は不快ですね。ところで先生、受験の担任をしてくれるのは高一くんや特別な生徒にだけなんですか？まさかまさか。和オではすべての生徒に担任がついて一人一人を丁寧にサポートしてますよ。そうなんですね。それは心強いですね。今回は。 担任が受験のスタートの時期にどんなことをしているか紹介したけど、受験の天王山と言われている夏休みやセンター試験前の取り組み方についても、これからどんどん紹介していきたいと思うで。それは楽しみですね。皆さんも期待しててくださいね。